お酒を飲まないで、お酒を飲まないで行う、この人は不良縁があるそうです。今日は柴又の、あ、柴又じゃねえや、納涼祭り楽しみですね。今から船に乗りますよ。そして今度いるのは宇佐美ですけども、タバコのクレーンじゃなくてアルコールのクリクレーンで酔うという方がいますので、ね、焼けてね、この時間帯すごい綺麗ね。放水、放水、あれに乗るのかな、あれサラビア丸、あれは大島行くやつ、あれどれに乗るのかな、あーでもこれか、え、これってさ大島とか遠いとこ行くと行くやつだよね。面白いですね。楽しいんですよこの納涼船っていうのはね。浴衣ギャルとかもねいっぱいいますよ。これ船に乗っていきます。素敵ですねこの方のね、こういうのもね。さあ、船に乗ればご案内します。サルビアマルさん、この船は大島とか東京まで行かれます。結構いかがですか。みんな場所取りで来てるね。そんなに、あの、それこそ本に行かない。さあ、ここからね、船に乗ればご案内します。飛行機みたいですね。こういう橋渡しがあってね、ここから乗るっていう感じです。はい、これがこの今日の船で、みんなね一生懸命なんか場所取りみたいな、しようみたいな感じがあるみたいです。よろしくお願いします。はい。さあ。はい、ここからねデッキに出るわけですね。おお、大丈夫ですか。はい、デッキに来ました。私らね多分一番先頭ぐらいだったんで、結構ね余裕を持って入れますけど、この後の人たちは結構こういうつまみが売ってます。綺麗なお姉さまいます。すごいね、音もね、いい音が鳴ってますよ。いい音が。納涼船。うわ、帽子が飛んじゃう。成功を記念いたしまして、乾杯をさせていただきます。皆さん、コップの準備はよろしいでしょうか。ベストは終わります。いやー、風が気持ちいい。カンパチューノ。ありがとうございます。これ通り過ぎますね、レインボーブリッジをね。イエイエイ。
アイドルっぽいよね。あんま変わんない。ご通告お土産このやつなんです。どうするんですか。1枚700円で販売してる。Thank you.